皆さんこんにちは。久しぶりのジェニアの静岡です。今日は晴れている、とてもいい天気なので日本平に来ました。ここいろいろ巡って皆さんにお見せしたいと思います。それでは早速行きましょうか。階段登ったらすぐに東展望台がありました。早速登って日本の景色見てみましょうか。東展望台を登るとこんなに素敵な富士の景色が見えますよ。見てください、素晴らしいんじゃないですか。富士山だけじゃなくて海も緑も清水も見えてとても素敵じゃないですか。日本平に去年建てられたばかりの嫁テラスがあります。このテラスの上から富士山はとても綺麗に見えると思います。はい、早速今から入りますよ。はい、やっぱりできたばっかりのテラスなので中もいろいろすごいですよ。新しくて、ほらこういうモニュメントさえあります。ここで多分ちょっと言葉をしますね。あ、日本語だけじゃなくていろんな言葉がありますね。ロシア語ないので仕方なく日本語にしますね。何が起きるかな。神よの昔、日攻めにあったヤマトタケルが草薙の剣で難を逃れた後、ここに登って辺りを見回したと言われる地。平安時代には百済山久能寺が開かれ、浄土への入り口とされた地。いつの時代にも人々を魅了してきた日本平。夢テラスにあるカフェに入りました。ラテのほうじ茶と、あとデザートに抹茶のプリンを注文しました。やっぱり静岡だとまず抹茶のお茶のイメージしますね。この店のお茶にこだわりがあるみたいです。カフェラテ見たことがありますが、カフェほうじ茶見たのは初めてです。どんな味するか本当に楽しみです。あとここの日本平テラス限定の抹茶プリンも美味しそうです。 まだ開けてないんですか。ゆっくり富士山の景色眺めながらお茶できるのは贅沢じゃないですか。甘くて美味しい、なんか貴族の気分になりました。カフェはめっちゃ良かったです。ほうじラテは本当に最高でした。こんなに美味しいほうじ茶飲んだことありません。みんなにおすすめです。はい、中のテラス見ると入ってくこの景色だけど、それは伝統的な富士山になんか非常によく合いますね。テラスから覗く景色はとても綺麗ですね。都会で見かけない富士山ですね。あんなに近くてもう手伸ばせばなんか触れる感じがします。
本当にこんな景色見るためにここまで来る価値があると思います。夢テラスの魅力的なポイントはやっぱり形は丸いので360度の景色が見えますよ。さっきは富士山と伊豆半島が見えましたが、反対側に来ると静岡市が全部見えますよ。こんなに素敵な場所はもっと知られるようになったらいいなと思います。あと海外の方々ももっとここに集まったら私も嬉しいです。実は2019年12月に新しい車両に変わりました。前の車両と比べると窓は結構大きくなって景色見やすくなりました。これより本郷からは名勝地日本平の後にいたしまして一席久能山へと進めてまいります。ご乗車いただきましたロープウェイは長さ1,065メートル47人乗りのゴンドラで約5分間で行き来しております。ロープウェイを降りると久能山東照宮がありますよ。日本らしい建物ですね。久能山の中に入ると驚いたところがあります。どうして神社の前におもちゃの店みたいなものがあるのでしょうか。多分答えはここに書いてあるでしょう。私こんなに難しい漢字が読めなくてごめんね。何があるか詳しく見てみよう。車のおもちゃも模型ありますね。あと有名なガンダムのこれ何でしょう。大カマキリ。カマキリは可愛いけどこんな大きさになるとさすがに怖いですね。あんなに大きいカマキリとは言いたくない。一番可愛いおもちゃと思うのはこの飛行機とヘリコプター、あと電車。見てください、この飛行機や船のおもちゃは本物の船みたいじゃないですか。すごくしっかり作られてますね。あとここになんか人々がいるんですけど、多分1センチぐらいの大きさなのにちゃんとしっかり作られてるね。すごいですね。さ、静岡はプラモデルで有名と知りませんでした。これは今日初めて読んで知りました。実は私子供の時に車や飛行機のおもちゃを集める趣味がありました。男っぽい趣味ですねもし子供の時にここに来たら多分これが全部欲しくなったでしょう。家にニッコと正午にも行ったことがありますが、やっぱり雰囲気や建築はとても似てますね。でも久能山東照宮の方が落ち着いた感じがします。徳川家康のお墓の前に着きました。私にとってすごく不思議なことなのですが、どうして徳川家康は静岡で生まれ育ったのにいなくなった後栃木の日光東照宮に移されたのでしょうか。静岡はあんなに素敵なところなのに。
私の感想ですが、徳川家康は派手が好きじゃなかったと聞いたので、日光よりこちらの静岡の東照宮の方が徳川家康にとって良かったかなと思います。皆さんはどう思いますか？コメントに書いてくださいね。皆さん、日本平はどうでしたか？私の感想ですが、思ったよりここで時間を過ごせました。本当に面白いところはあんなにたくさんあると思いませんでした。最初は富士山を見に行きに来たんですが、あと久能山もあったり、展望台もあったり、喫茶店もあったり、いろいろ巡るのに時間がかかりましたが、まあ、非常に楽しかったです。皆さんも楽しかったでしょうか？皆さんももし静岡に行ったら、ぜひ静岡の日本平も訪ねてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。До встречи!